よろしいですか。それでは発表に参りましょう。作品名はスペースクリーナーです。よろしくお願いいたします。ああはい、えー。それではスペースクリーナーの発表をさせていただきます。よろしくお願いします。はい。えー、まずは、 自己紹介をさせていただきます神奈川県立川崎高科高等学校からやってきました今しゃべっている私が三年の小林裕太です私の隣が同じく三年の小口東その隣が一年の渡辺拓真です我々は三人とも電気研究部という部活に所属していまして活動内容としてはプログラミングや情報関係の資格の取得を目指しています 突然ですが、まずこのスペースクリーナーがどういったものなのか、皆さんに分かっていただくために、デモプレイを行いたいと思います。 えー、このゲームはですね画面の奥から迫ってくる隕石を手を使って壊していくゲームになっていますそしてその手の、えー、操作はですね右下のワイプを見ていただくと分かると思うんですけども画面中央にあるリープモーションというモーションキャプチャーを使って、えー、手の、えー、位置を認識して手を操作しています、えー、そしてこのゲームはですね2人で、えー、同時に遊ぶことができるので現在ちょうど2人,人で遊んでもらっていますそしてえー、と 画面奥から迫ってきているのがです、ね、お肉になるんですけどもこれがキーアイテムというものになりましてこれに触れることでゲームクリアとなりますこの画面がリザルト画面となります なぜこのスペースクリーナーを作ったのか制作動機は2つあります1つ目は最近話題のスペースデブリ宇宙ゴミと呼ばれる使われなくなった人工衛星の本体や部品などのことですねこれに興味を持ちましてスペースデブリと関連のある隕石を破壊していくゲームこれを作っていこうというふうに決めました2つ目は先ほど紹介したリープモーションというモーションキャプチャーを使ったあこちらですね リープモーションというこのモーションキャプチャーを使ったゲームを作ってみたいと思ったからです特徴としましてはリープモーションを使った直感的な操作ができるシューティングゲームとなっていますそして先ほどデモプレイで見ていただいた通り2人で対戦2人で協力しながらプレイすることができます 操作方法としてはリープモーションの上で手を上下左右前後動かしていただくことでゲーム内の手も同じように動くようになっていますそして右あ左下の画像を見ていただくと分かると思うんですけども左手,の左手をグーの形に握ることでシールドというものを使えるようになっていますここからは一年渡辺が説明させていただきます このゲームに登場するアイテムの紹介になりますまずは隕石ですこの隕石は全てのステージに出てくる共通の敵となっています手で触れることによって破壊することができますこの隕石を破壊することでスコアが増えますまた破壊できなかった隕石が画面外へ出てしまうと耐久値が減ってしまいます次に特殊な隕石ですこの特殊な隕石はシールを使うことによって破壊することができます シールを使わないで取ってしまうと耐久値が減ってしまいます次にお助けアイテムの紹介ですまず最初に回復カプセルですこの回復カプセルを手で取ることによって減ってしまった耐久値を回復することができます次にクラッシュというアイテムですこのクラッシュも手で取ることによって画面上にある隕石をすべて破壊することができます え最後にキーアイテムの紹介です、えー、先ほどご覧になった通りゲーム終盤になるとキーアイテムが出現します、えー、このキーアイテムを触ることによってゲームクリアとなります、えー、ご覧の通りステージごとに、えー、と見た目が異なっています、えー、このゲームのアピールポイントとしてはリープモーションを使うことで直感的な操作を実現しコントローラーを一切使わないゲームを制作することができた、えー また手を4つまで検出することができるので、えー、2人で協力して遊ぶことができます、えー、制作環境としては Unity5 になっていて、えー、Unity の補助に、えー、2つのソフトを導入しています、えー、開発言語は c s h a r になります、えー、3D モデルの開発には、えー、メ,タスメタセゴエアと Blender を使用しました、えー、必要なソフトは Windows a 3 k ケ i n d あ,あすいません 失礼しましまた。リープモーション SDKWindows になりますこのゲームの動作環境としては必要なシステムはご覧のとおりになっていますまた使用した機器はリープモーションとなっています次にプログラムの工夫点について説明しますこのゲームではジェスチャーというものがありますグーにすることでジェスチャーが出ますがこの時に 指が中央に集まっているという判定を行ってしまうとうまく認識ができないときがありましたので今回は親指と人差し指が当たっているときにグーにしているという判定を行うようにしました左の写真は親指と人差し指が当たっていないためジェスチャーが行われていない状態です右の写真が人差し指と親指がくっついているのでジェスチャーを行えていまして この画像ではグーになっていますが実際 OK の形でも動作します次に今前の説明をまとめたデモ動画になりますまずこちらが対等画面になりますステージはすべてで7種類あります縦は3種類ありこの中から1つ選択しますここからが先頭画面で先ほど説明した通りのディープモーションを使って操作をします で先ほど説明した通り左手をグーに握ることによって盾を使います盾を使うことで特殊な隕石も回収することができます、えー、またこちらの隕石が画面外に行ってしまった場合は左上の耐久値が減るようになっていて左、えー、下のこちらの回復カプセルを取ることで耐久値が20回復します、えー、次に真ん中に映っているクラッシュのもので、えー、画面上の隕石を一掃することができます 最後に右側に映ってくるこちらのキーアイテムを取得することによりゲームクリアとなります最後にスコアとベストスコアが表示されますこれは本校で行われた文化祭そして神奈川県産業教育フェアで実際にゲームを体験していただきましたこちらの写真は神奈川県産業教育フェアでの実際にプレイしていただいている様子で来場者数は1万人の方にお越しいただきました その際、アンケートを取りまずこちらの赤い部分で10代なのですが6割と多かったんですがほか年代の方も4割と幅広い年齢の方に遊んでもらうことができましたこのゲームが面白かったかというアンケートでは8割以上の方が面白かったと回答してくれました で先ほどのこちらの手の操作がうまく操作できたかというアンケートで7割の人がうまく操作ができたと回答してくれましたしかし手をうまく認識できない時もありましたんで今後手の認識精度を向上させていきたいと思います先ほどのグラフから普段ゲームをしない人のみを抽出した結果半数の方が操作が難しかったということで今後チュートリアルを追加していきたいと思います 先ほどの手の認識精度の向上チュートリアルの追加のほかにジェスチャーの追加力がありますこれは今のところグーというジェスチャーしかありませんが今後チョキだとか他のジェスチャーも追加していきたいと思います右上の装備の追加ですが嫌い手をグーに握ることでシールドというものが今出るようになっていますが今後自分側から隕石を回収していくような装備も追加していきたいと思います モデルの作成は、ゲームの世界観に合わせるために、私たちが自分で作っていきたいと思います。最後に今回ゲーム作成として満足がいくものができました。またこの後行われるブース発表も行いますので、その際体験もできますので、ぜひ遊びに来てください。これでスペースクイーナーの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございましたそれでは質疑応答の時間に移らせていただきます質問のある方は挙手をお願いいたします審査員以外からの質問も受け付けていますので質問がある方は挙手をお願いします あのアンケート結果のところで操作が難しかったという方が3割頃ぐらいいたみたいですけれども具体的にどういうところが難しかったのかっていうのとあとそれをリープモーションとかで解決ができそうかっていうちょっとその辺の見通しを教えてくださいえまず手,を手の位置を検出するのがこれ少し難しかったので今後の改善としてこの正明に当たるとあの手の認識精度が悪くなってしまうので 今後、これ下に置かないで、画面のところの前につけて置けば、その光が直接入ってこないので、手の認識精度が向上すると思っていますもう配置の問題で基本的には解決できそうだということですね。すはい、す分かりりまました。ああががとうございます。他に質問がある方は。 ありがとうございました。えっと僕が最初に聞いて思ったことなんですけど、なぜキーアイテムをお肉にされたのかなと、なんかそこに思いがあったならぜひ教えていただけないなと思います。えっとはいありがとうございます。えっとこのゲームは一応ステージごとにあの宇宙で暮らしていくには何が必要なのかっていうことをまあ我々で考えまして、それで必要なものを一つずつピックアップして えその一つがまあ食料ということでお肉で,で、先ほど、一ああつ目の懐中電灯、これは光ということになっています、最後の,このステージ5はですねこれ金塊なんですけどもまあ鉄とかそういった金属ですね、それがないとまあ宇宙で生きていけないのではないかということをわれわれが考えまして、それを実際に 3D モデルにして、それを取ればまあクリアということになっています。 ありがとうございますあもう1点質問いいですか、えーとはい、スペースデブリ、まあ元はその宇宙のゴミを片付けるっていうゲームだと思うんですけどだとしたらこうなんかクリアする時になんかこうゴミを掃除して終わりとかそういうなんか視点とかありましたかゲーム性の,もあの話なんですけどなんかそこら辺はこうどうしてこう迫りくるものが来て。 でお肉を取っってクリアになったのか,なんかそういうえっと <laughs> えまずこれのゲームの設定として宇宙船の中にあるリープモーションで宇宙船についてる手を操作してるみたいな形のイメージで作っていまして最後のキーアイテムというのは今後そのライトだとかを 3つ以上取ったらステージにも挑戦できるよみたいな方向に持っていきたいと思っていますなるほどありがとうございますありがとうございましたそれでは質疑応答の時間を区切らせていただきます以上で小口東さん小林裕太さん渡辺拓真さんの発表を終了いたしますありがとうございました